え、息抜きが終了したわけですよね。あれ、ビックスいない。さて、行きますか。おはよう、クラウド。よく眠れた？あー、またこの選択肢へ。まあ、僕個人の意見だったら、まあ、ティファがそばにいたからなんだけど、クラウドは、まあ、よくわかんないだろう。クラウドは、まあ、どうなんだろうね。わかんないから、まあ、バレットのいびきがうるさくてにしときますか。ひそひそ。ダメ、聞こえちゃうよ。バレット、作戦前は気なさってるから。今回は私も行くね。ああ。あ、話させられないのか。おはようさん、バレットさん。標的は5番マコールだ。まず駅へ行く。詳しい作戦は列車の中でな。おう、クラウド。作戦の前に一つ、お前さんに聞きたいことがある。実はな、俺はマテリアの使い方をよく知らねえ。拾ったマテリアはお前にくれてやる。だから、教えろ。さて、まあ、マテリアはね、まあ FF7 の独特のシステムなんでね。まあ、せっかくだから、まあ、説明してもらいましょうか、クラウドさんにね。お願いします、クラウドさん。お望み通り、マテリアの使い方を説明しよう。まず、メニューを開く。基本操作なので、触れておこう。通常はメニュー三角ボタンだ。方向キーで指カーソルを動かして、丸ボタン、×ボタンで操作する。ここまではいいだろう。さて、このメニュー画面になったら、まず、マテリアを選んでくれ。次に、マテリアをつけたい味方を選ぶんだ。まあ、今回はクラウドさんでやっていきます。ここで俺の武器に注目。それぞれの武器には、防具には、武器と防具には穴が開いている。マテリアをはめたい穴を選ぶ。回復。そして、取り付けたいマテリアを選ぶ。あーで、アビリティで、まあ、おなじみのケアルとか、リジェネとかが使えるようになるとか。これは回復マテリアだ。取り付けた時の効果が知りたければ、チェックに指カーソルを合わせて、バルボタン。これはバトルの時に選べるコマンドと同じだ。カーソルを魔法に合わせて、丸ボタン。ケアルだね。使える魔法が増えているのがわかる。これは、これで新しい魔法、ケアルが使えるようになった。マテリア装着は以上で終了。それほど難しくはないだろう。マテリアを外したいときは、穴にカーソルを合わせて、三角ボタンが楽だ。一つだけ気をつけてほしいことがある。マテリアを装備すると自分の状態が変わる。強くなる分だけかというと、逆に弱くなる部分もあるんだ。何ですかそれは。普通魔法マテリアをつければ魔力は強くなる。魔法が使えるようになるが、逆に力や体力は弱まる。ああ、そうか、与えるダメージとかがまあ弱まっちゃうってことなんですね。画面左のこの辺りに、
マテリアの影響の度合いが出る。調子に乗って魔法マテリアをつけすぎないことだ。なるほど。まあ、いろいろと、まあ、力加減も気をつけながらやれってことなんですね。サブから戻るのはバツボタン。いっぺんにいろいろ教えてもどうせ忘れるだろうから、また今度じっくり高度な使い方を教えてやる。け、何がそれほど難しくはないだろう。だ、全然わかんねえ。まあいいだろう、マテリアはお前が管理しとけ。マテリアシステム、Aメニューを開いてマテリアを選ぶことによってマテリアの付け替えができるようになります。クラウド、武器屋2階のおじさんから伝言よ。あげたいものがあるからお店に寄って、だって忘れないでね。マリン、お店を頼むね。うん、お仕事頑張ってね。え、ってことは小学生に店任せるってこと？すごいな。マリンちゃんもう商売、もうね、あれか、社会活動に貢献するのか。すごいな。さて、行きますか。わっ、何ですか。ちょっと、なんで隠れたんですか、あなた。あ、ちょっと、違う違う。何ですか。あんな子でもいなくなってみるとね、なんだか落ち着かなくて、不思議なものよね。不思議なものね。あんな子？はっは、息子はもう旅立ちましたかな。こうしては、家内と私、二人きりになってみると、いやはや寂しいものですな。ビックスかウェッチかのどっちかなんだろうな。どっちかの息子なんでしょう。どっちかの親の息子なんだろうな。どっちなんだ。はい。もう話を聞いてくれる人がいないと情報を集めても仕方ないのよね。そうだ、あなた、興味ない男さん、興味ない子さんかな、これ。今度はきっとあなたの興味の枠すごい情報を集めておくから楽しみにしておいて。あ、もう同じ。はぁ、あ、町人のやつ行っちまった。なんだか急に張り合いなくなっちゃったよ。俺って自分で言うのもなんなんだけど、酒飲んでないと寂しがり屋さんなわけよ。なるほど。ああ、いざとなると勇気が出ない。ダメだな、僕って。まだ子供だな。まあ、お酒はお前には早いと思うけどね。ちょっとじゃあ武器屋さんに寄ってみますか。ここかな。おい、なになに、てへへ、一晩じゃ覚えきれんぜ。おう、しろと、悪いな、2階の相棒から教わってくれ。あ、はい。うん、おい、客、買わねえとどんな目に遭うか想像してみりゃわかるよな。アイアンバンクル、アサルトガン、手榴弾。なるほど。じゃあまあアイアンバンクル、まあ全員買っとくか。違う、一つじゃ、三つぐらい買っときますか。はい、買ったよ。じゃあ。そうですよね。よし、防具。てか、おいおい、すり抜けんな、お前。ち、おっさん、しけたつらしてんな。もしかして疲れてるんじゃないの？家の3階で休ませてあげてもいいけど。それには一つ条件があるぜ。なんだ、条件って。この俺にお小遣いくれるならな。いいぜ、10ギルくれてやるよ。ほらよ、しめしめ。いいぜ、レオを自由に使ってくれ。おいおいおい、セーブポイントが動いてる。毎度おなじみ、初心者の館だよ。ごめんなさい、僕にとっては毎度の人格とかすらも不明なんですよ。ごめんなさい。
あんたが素人だってか、その目はそうじゃないって言ってるぜ。モードソルジャーを舐めるな。どれだけ戻せるか教えてやる。しかも無料でだ。おっと、クラウドやけに張り切るな。何が知りたいんだ。ああ、これか。まあいろいろとあるからな。じゃあ今回はまあじゃあそうだな、全部はさすがに無理だから、さすがに時間かかると思うから、マテリアの高度な使い方と戦闘時の耐久、あと魔法を使った回復ぐらいで今回の動画は教えたいと思います。まあ、今回の動画はまあこの3つぐらいでいいでしょう。あとはまあ個別で読んでおきます。ここでは魔法を使った回復を教えよう。メニューで魔法を選ぶ。魔法回復の魔法が使える味方、つまり回復のマテリアを装備した味方を選ぶ。なお魔法のサブメニューの中では L ボタン、 L1 ボタン、 R1 ボタンで味方をチェンジする。なるほど、 L1、R1 の味方での味方の味方チェンジはほとんどのサブメニューの中で使える。覚えておくといい。ここでは魔法マテリアをつけた時の魔法、召喚マテリアをつけた時呼び出せる召喚獣、敵の技をつけた時覚えた敵の技が分かる。魔法を選ぶと使える魔法が表示されるので、もしケアルが使えればケアルを選んだ後回復したい味方を選べばいい。宿屋で MP がすぐ回復できる場合なら魔法での回復の方が得と言える。以上だ。なるほど、じゃあ次マテリアのコードの使い方を教えてもらいましょうか。新しいマテリアを見つけたらまずメニューで確認。マテリアの中にはちょっと変わったものがある。何ですか。あ、全体化った。これもその一つ、全体化のマテリアだ。これは単独で装着しても何も起こらない。ちょっと高度だが、この使い方を説明する。俺の武器に注目。はい、2つ穴があるがよく見てみよう。穴と穴がつながれて連絡穴になってる。まあ連絡穴って読むか分かんないけどね。この連結穴に入れるのがポイントだ。マテリア同士が影響しない、強化される。これがつながった穴でないと効果は出ない。試しに全体化を一方の穴に、イカ槌をもう一方の穴に入れていく。あ、なるほどな。これでサンダーを敵全体にかけられるようになるとか。自分ね、まあレベル上げの時に魔法を全体化かけるにはどうすればいいのかなって思ってたんですよ。なるほど、こうやることで全体にかけられるようになるってことか。なるほどな。ただし1回の戦闘での全体化回数は限られる。他の組み合わせもいろいろあるぞ。回復と全体化で、全体回復でしょ。そうだ、ケアルが味方全体にかけられる。意味のない組み合わせもたくさんあるかな。例えば回復といった時、サンダーとケアルは普通に使えるが、マテリア同士は影響し合わない。全体化のような特別なマテリアは何でも支援マテリアというらしいが、マテリアの色を見れば区別できる。話が変わるが、マテリアはそれぞれマテリアはそれ自身成長する。穴を入れ替えても他の味方が使ってもマテリア自身が戦闘のため成長する。レベルが上がればより強力な魔法が使えたり、
マセミアの効果が強くなったりするらしい。なるほど。まあ要するに陶器伝でいう御霊みたいなものですかね。さらにマテリアがマスターレベルになったとき、子供を無かのように分かれて消えるという。すげえな。マテリアが増えすぎて持ちきれないときは売るか捨てるかした方がいい。新しいマテリアが手に入れられなくなるからな。整頓を使うと便利だぞ。この中の整頓を選べば収益元に並ぶ。全て外して装着しているマテリアを全部外せる。捨てるでいらないマテリアを星に返す。あ、星に返すって言い方なんだ。おっと、失敗するな。むざむざ捨てやしない。そして、とっておきのメニューがこれだ。おお。パーティー内はおろか、パーティーにいない味方のマテリアも自由自在に変換できる。マテリアの使い方も慣れたらぜひ使ってみてくれ。さて、マテリアの成長についてだが、成長する割合ははめられた武器、防具による。2倍に成長するものもあれば、全く成長しないものもある。装備の時には気をつけるんだ。それからマスターレベルになったものはそれ以上成長しないし増えもしない。マテリアの効果はほとんどの場合、武器、防具、どちらにつけても変わらないが、聞いた話では属性と追加効果は武器と防具どちらにつけたかで効果が違うらしい。そうなんですね。なんでもこの世には途方もないマテリアもあるとか、どの武器、防具を使うか、どのマテリアを組みにするか、自分が最強と思う組み合わせを考えてくれ。俺が教えてやれるのはこんなところだ。じゃあ次はまあ戦闘の体験について聞きますか。戦闘時の体験についてを説明する。並び方もまた戦いを左右するものだ。メニューで体験を選ぶ。入れ替えたい味方を選ぶ。入れ替えたい場所を選ぶ。おお、戦闘時の立ち位置が変わる。この場合有利不利はない。しかし同じ味方を2回選ぶと、はい、戦闘時の前列後列が変わるんですね。まあ左にいる時が前列、右にいる時が後列の意味だ。この体型ってのが、まあ、FF シリーズでは重要になってきます。前列では戦いを選んだ時、敵に与えるダメージは大きい。反面、敵から食らうダメージも大きい。後列では敵へのダメージが小さく、敵からのダメージも小さいわけだ。ただし、魔法攻撃は後列でもダメージは変わらない。遠距離攻撃ができる武器もダメージは同じだ。まあ、そういうわけでね、バレットはまあ、銃を使うから後列にした方がいいというわけですよ。弱いやつは後列の方がいい。まれに不意打ちで敵に後ろを取られる時がある。まあ前回言ったバックアタックですね。バックアタックと呼ばれていて前列後列が逆にある。おまけに戦う体勢が整うのに手間取り隙ができる。うまく戦わないと弱いやつが直接攻撃を受けて危険だ。反対に俺たちが先手を取れる時もある。それが先制攻撃のチャンス。思いっきり叩け。相手に前後を捉えた時は挟み撃ちという。逃げられないからバックアタックより危険だ。反対に俺たちが前後を取るとサイドアタック。戦闘中でも前列後列はチェンジ可能だが、戦闘に入った時点はここで設定した体型になる。以上、俺の場合当然前列がいいだろう。なるほどな。あ、じゃあもう一つ最後にですね、現在の自分の状態をチェックってやつ見て、まあ説明は終わりにしましょうか。自分の現在の状態を知るのも戦いの基本だ。メニューのステータスを見てくれ。状態を調べたい味方を選ぶ。情報量が多くて驚いたか。順を追って説明する。
まず経験値とレベル。レベルがピンとこないやつもいるかもしれない。レベルは LV と書かれていることが多いが、実戦経験が増えればそれだけ強くなるということだ。2つあるバーグラフか。バーグラフのうち上のものを見ろ。次のレベルまでどのくらいか知ることができる。強敵に勝てないとか弱い敵でレベル上げてみろ。案外楽に倒せるはずだ。マテリアの付け方や敵との相性、戦略にもよるがな。続いて MP とヒットポイント。逆か、ヒットポイントと MP。 ヒットポイントは生命力、ゼロになれば戦えなくなる。 MP は魔法の元となる力だ。魔法をごとに消費する MP は決まっていて、必要な分 MP がなくなれば使えなくなる。2つあるうちの下のバーグラフはリミットゲージ。怒りの溜まり具合が分かるだろう。あ、リミットって怒りなんですね。なるほど。攻撃には戦う時の通常攻撃、それと魔法を選んだ時の魔法攻撃がある。それぞれに攻撃力、回避率があるわけだが、レベル、武器、防御、マテリアにより決まってくる。全てを総合した結果が下の一覧だ。そして戦闘時に使えるコマンド。現在装備中の武器と防具、アクセサリーだ。ここでもう一度丸ボタン。攻撃にはいろいろな種類があり、属性と追加効果と言われている。モンスターによっては炎に弱かったり、霊気に弱かったり、雷に弱かったりする。マテリア、アクセサリーによってこうした属性を攻撃に加えたり、敵からの属性攻撃を防いだりできる。何やら字がたくさん出ているがビビることはない。属性に対する自分の状態が白い字出てる。ここより下に出ているのは追加効果の状態。敵の中には嫌な攻撃をしてくるものがいる。こっちの状態を変化させる攻撃だ。それを追加効果と呼ぶ。なるほど。代表的なものを挙げよう。居眠り、毒、暗闇、敵化、混乱、沈黙、カエル。自分思ったんですよ。なんでカエルもあるのかな。よくわかんないですけどね。これらの状態異常は戦闘が終わればほぼ回復する。早く直したければアイテムや魔法を使う。これら追加効果もマテリア、アクセサリーにより攻撃に加えたり防御したりすることができる。マテリアやアクセサリーを付け替えた時チェックしてみるといい。属性追加効果を使いこなせれば戦いはぐんと楽になる。以上、繰り返しになるかもしれんが、戦闘不能はアイテムのフェニックスの、または蘇生マテリアの魔法レイズで直してくれ。なるほど。まあいろいろありますけども、まあもういいです。じゃあではですね、今回はここまでにしておきます。ちょっと戦闘とかないかもしれませんけども、まあ今回はこのくらいにしておきましょう。次回は多分5番マコールの爆破になるのかな。まあそうなるでしょうね。では、あ、そうそう、なんかセーブデータ、あの ネットで調べたんですけど、ネットで調べたりとか他の実況者とかの動画とかで見てるんですけど、セーブデータを分けてセーブしてるらしいんですよ。まあマルチエンディングとかそういうのを全部見たい時とかにこうやって、まあセーブデータ分けてやった方が楽だという話や、まあもし取り返しのつかないミスをしてしまった時、また最初からやらないようにセーブデータ分けておいた方がいいよっていうね、そういう話はまあ聞いたことはあります。なのでね、まあ自分も RPG として実況してる身分です。今回はまあ分けてセーブしましょう。てなわけで今回のセーブはここにします。
はい、初心者の館。では今回の実況は以上となります。次回は戦闘シーンあるといいね。では何か質問とかコメントとかございましたら、まあ質問はお知らせの動画のコメントでしてください。感想やまあアドバイスとかはどしどしお寄せくださいませ。では次の動画でお会いしましょう。お相手はスクエアスクエアでした。バイバイ。